今夜はザ・クロマニオンズからこのお二人にお越しいただきました。自己紹介をお願いします。はい、僕はザ・クロマニオンズのボーカル、河本宏人です。はい、僕はギターの真島雅俊です。河本さん、そして真島さん、平田と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 はじめまして。はじ,しはじめまして。はい。私、平田と申します。はい。4月からこの番組やらせていただいております。そうですか。はい、はい。そんなザ・コロマニオンズのお二人には、<laughs> リリースされたばかりのニューアルバム、ガンボ・インフェルノを持ってきていただきました。はい。年間、たくさんのライブを行うザ・コロマニオンズなんですが、年々本数が増えていってるように思うんですが、今年もこの後10月から全国60公演のツアーを控えていらっしゃるんですよね。そうです。うん。 ツアーの楽しみ、楽しみ方とかなんかありますかうん。何しろ、あの、ライブをやるのがものすごく好きなんですよ。はい。だから、あの、一番の楽しみはやっぱ、うん、ライブ、うん、ツアーで。そのものが。うん、はい。で、それにまつわる全部が楽しくて、はい。あの、みんなでご飯食べたりとか、うん。うん 電車乗るのも楽しいね電車乗るんですかえどうやって行くのじゃ車とかじゃないんですか車も行くし飛行機も乗るし船も乗るし楽しいよあじゃチケットの買い方とかも知っているんですか切符それはみんなチームで行くのでちゃんとまとめてくれる人がいてはあそうなんですねちなみに全国各地回られるので本当に各地好きなところあると思うんですが土地的に好きな場所とかはあったりしますか とかあるうん全部好き全部好き、うん、あそうですよね回ったことがない県とかはないぐらいですか県は全部行ってんじゃないかなあとはコネチカット州とか行ってないけどねまだ、うん、こあっあっちですね <laughs> あの海外というものですね私も行ってみたいものだなと思ってまたチューチューチューとかまたチ,チ,チュー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 チ クロマニオンザ・クロマニオンズツアーは体力が本当に勝負だと思ったりもするんですがお二方とも本当に細い細い細か細くてらっしゃるんですが日頃から体力づくりをされているんでしょうかいやいや特にせずうん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 、うん、特には、うん、してないね、うん、でも全然そのツアーライブは結構体力勝負じゃないですか、うん 気合でああじゃあその分こうエネルギー源必要だったりすると思うんですがご飯はしっかかり食べられているんですあのねツアー先で食事に行くとね真夏であろうとよく鍋やるね鍋ね鍋ですか何鍋いろいろ九州だったらば博多だったら鳥の水炊きだったりとかはい 土地土地のそうそうそうきりたんぽ秋か行ったらきりたんぽとかだねやっぱり夏はねきりたんぽとか材料がなかなか揃わないらしいねえっきりたんぽってお米だからなんかいやせりとかあお野菜の方うんはあやっぱそういうのは大変だねうんじゃあ皆さんであそこが美味しいあそこも美味しいっていうような話をされたりもうん大体もう行く場所決まってね あそうなんですか、うん、新しいとこ発掘とかはせずうん、うん、楽しいよ楽しいですね <laughs>